こんにちは、菅沼智香です。昨日の夜なんですけど、鳩山町コミュニティマルシェでカフェ&マルマルシェっていうイベントをやりまして、その中で私もちょっと出演させてもらったので、歌の動画をアップしていきたいと思います。カメラをちょっとどこに置いていいかわからなくて、絵が切れてたりするんですけど、すいません。まあなんとなく会場の様子伝えられたらなと思います。では、どうぞ。まあ、今から伝える歌なんですけれども、私たち、ときがわ町にあります、比企企業塾っていうところの1期生、2期生、3期生ということで、鳩山ミニ企業3ということでやらせていただいております。今決めました。そうですね、まあ、移住推進、企業支援ということで、まあ、空き家バンクやったりとかいろいろマルシェでやらせてもらってるんですけれども、まあ、いくら空き家があっても仕事がなければ移住ってしてくれませんよね。まあ、そうやる、まあ、こういう、大きなこう企業があるわけではない、そんな町で人が若い人が移住してくるには仕事が必要だということで、そしたら仕事は自分たちで作るしかないっていうことで、大先輩の1期生の飯島さんですね、ネギ農家で起業されてまして、マルシェでも売ってる千春ハムさんなんですけれども、まあ、やっております。で、私もいろいろとやっております。そして、まあ、私はですね、ちょっとすごく難しいんですけど、アーティストとして生きていくにはどういうふうにしたらいいかっていうことをすごく真剣に考えてやってます。で、彼はですね、鳩山御用聞きっていう御用サービスもやっております。まあ、それぞれにですね、自分たちのこう起業今挑戦中というような形でやっております。そんな、私たちは鳩山ミニ企業3のですね、ライバルともいえる、ランチェスター戦略という、名刺がありまして、それを私が、まあ、なんて企業塾に行って初めて読んだビジネス書だったものですから、もう目から鱗でものすごい衝撃を受けてしまいまして、なんだ私の今まで言ったことは間違いだらけだったじゃないかということで作ってしまった歌があります。今からそれを歌いたいと思います。ランチェスターです。東京から鳩山町に移住をしてきて一番最後
した歌です。そうそうそう、コーラルレスポンス、サビのところでニューターンっていう曲なんですけれども、サビのところでニューターンっていう曲がありますので、皆さんがニューターンと返していただけたらと思います。こちらの歌、銀河の音楽公園からニューターンを眺めるようなイメージで作りました。それでは歌っていきたいと思います。ニューターンです。昨日のイベントはですね、RFA のインターンと藤原さんのトークから始まり、中学生の子のダンス、それから富山カントリージャックっていう幻ですね、メンバー募集してできたバンドのカントリーの演奏、それから私と、あとウォーラスっていう本格的なロックバンドの広いラインナップで面白いイベントだったかなと思います。イベントの様子とかは Twitter の方で発信していますので、ぜひそっちもご覧ください。あとね、今日からこの間撮影があった J:COM のちょっくらお出かけ間近と情報局っていうのが1日に3回ずつぐらい流れますので、 J:COM 見れる方はぜひご覧ください。概要欄にちょっとホームページのリンク貼っておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。